次の写真をご覧いただこう。これは投稿者が家族で地方にある川へ観光に行った際撮影した一枚であるという。画面奥をよくご覧いただきたい。川の中に無数の顔と思われるものが見て取れる。これはこの土地で亡くなった人々の霊だという。この川の上流には自殺のスポットとして有名な滝があり、まれにこの付近にまで遺体が流れ着くことがあるのだという。その滝で亡くなった人々の霊がこうしてこの川の周辺を漂っているのかもしれない。